シアノーゼとは、皮膚や粘膜が青紫色である状態を言う。一般に、血液中の酸素濃度が低下した際に、相症や更新周囲に現れやすい。医学的には、毛細血管血液中の脱酸素化ヘモグロビンが5以上で出現する状態を指す。よって、貧血患者の場合は、ヘモグロビンの絶対量が少ないために、 還元ヘモグロビンの量が 5g、デシリットル以上になりがたいために、チアノーゼも発生しがたい。低酸素により、チアノーゼが現れた手。急性血栓症による血管閉塞のため、閉塞した先に血液が供給されず、チアノーゼが現れた右足。チアノーゼは、中心性チアノーゼと抹消性チアノーゼに分類できる。中心性チアノーゼは、 何らかの病態が原因として存在し、そのせいで、動脈血の酸素濃度が低いために、全身で、チアノーゼが出ている状態である。中心性チアノーゼが現れた際は、基本的に何らかの処置を必要とする。これに対して、末梢性チアノーゼは、基本的にチアノーゼが現れた部位のみに、血流の減少か、血行不良が起きたためで、局所的なチアノーゼが出た状態である。 したがって、抹消性チアノーゼが起きた部位は、体の他の部位よりも温度が低下する。ただ、抹消性チアノーゼが起きていても、基本的に動脈血の酸素濃度は正常である。寒冷刺激にさらされた場合や、水泳を行った際などに、死死の末端や行進などで起きたチアノーゼは、体を温めることで回復する。チアノーゼの主な原因としては、が挙げられる。 上二つの原因に関しては、血管中の還元ヘモグロビンの数が起因している。本来還元ヘモグロビンは静脈を通って肺に運ばれ、そこで酸素と結びついて酸化ヘモグロビンとなり、動脈を通り、全身に運ばれる。しかし呼吸器疾患により、還元ヘモグロビンが酸素と結びつかなかったり、循環器疾患により全身、あるいは一部器官の還元ヘモグロビンの数が異常に、 多くなったとき、その色がチアノーゼとして現れる。また、首吊り自殺した人の顔や、水死体、呼吸困難により死亡した人の顔、考察された死体にもチアノーゼは現れる。それ以外にも、先天的な心疾患や肺疾患、あるいは心肺停止状態のような末期の特徴として現れる。また、血色素の異常によってもチアノーゼが起こる。ありがとうございます。